剣道でいうところの攻撃力って強く打つこととはちょっと違うんですよ。百秋武道具店の動画いくぞカエルくん、今日はスマブラで勝負だ。オッケー、やるぞ。俺はこの体がでかいドンキーコングでいくぜ。見よ、このゴリラパンチ、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 もう一度ゴリラパンチ、ハハハハハ、すげえ攻撃力だ。ところで剣道の攻撃力もこんな感じなのかな。こんにちは、百秋武道具店です。やってますか。おー、今日は剣道の攻撃力を上げる3つの方法をお話しします。さっきのねスマブラなんかそうなんだけど、ゲームで言うと体の大きいキャラ、パワーがあるキャラが攻撃力強いよね。一発のパンチがでかいから。でもね、剣道で言うところの攻撃力って強く打つこととはちょっと違うんですよ。今なんでこんな話するのって思うかもしれないんだけど、今こそなんですよ。このコロナで稽古ができない今こそ一回自分の剣道を見つめ直してほしいんです。剣道における攻撃力っていうのは強く力任せに打つことじゃないんです。剣道における攻撃力っていうのは打つ前に攻めて相手を崩すことなんです。相手が崩れれば崩れるほど攻撃力が強いってこと。剣道って本当不思議でね、まあ、こう構えてて相手がいて相手の面見えてるじゃない。でもその見えてる面をそのまま面に打っていたとしても相手を絶対避けるんだよね。本能で打たれるの嫌だから絶対避けるんです。でそこで相手を崩すっていうことが必要になるんだけど、崩すっていうのは具体的に言うと間合いを詰めたり相手の剣線を押さえたり中心を取ったりして相手のバランスを崩すことなんです。今日のこの動画を見るだけで剣道における攻撃力を上げる3つのやり方が分かるようになります。多分ね、このコロナが終わって稽古再開した時に先生がお、なんか変わったなって言ってもらえると思います。まず1つ目の方法は、自分が休まない、下がらない、受けないってことなんです。休まない、下がらない、受けない、いきなり3つって思うかもしれないんだけど、そうなんですよ。これ理由があって、休んでるっていうことは相手にゆとりを与えるんですよね。そして下がってるっていうことは相手に攻撃のチャンスを与えてしまってるんです。さらにさらに最後に、受けてばっかだと相手から見た時に、あ、この人受けるばっかりで全然攻撃してこないなって思われちゃうんです。もう嫌でしょ。攻撃力を上げていこうと思ったら、まずは自分が休まない、下がらない、受けないってことなんですね。常に常にこっちから攻めていって、相手が休んだり下がったり受けたりしたとこ、そこがチャンスなんです。それが攻撃力。広い体育館でやってる人はちょっと、ね、分かりづらいかもしれないんだけど、昔ながらの狭い道場でやってる人はね、もう本当にね、後ろが壁なんですよ。下がれないの。本当だから一回稽古で自分の左足の場所を決めたら、もう一歩も左足は後ろに下げないぞっていう気持ちで前に前に出ていく、こういうことだね。とか、まあ言ってると、こういう質問があると思うんですよ。あれね店長、でも試合のビデオなんか見てるとみんな下がってるように見えるけどと思ってないですか。これは実は一流の選手になると、あれはね、下がってるんじゃないんですよ。下がってるんじゃなくて、誘い込んでる、引き込んでるんですよ。まるでアリ地獄、アリ地獄に相手選手が入ってきたら、このタイミングまで来た、ここの線まで来たらこっちから打つぞっていう、そういうねプレッシャーを与えながら引き込んでるんです。だから下がるとはちょっと違うんですよね。2つ目の方法は、普段の稽古で打たれることを気にしないってことなんです。その理由は、これちょっとあんま聞いたことないかもしれないんだけど、守りが強すぎる人は商談審査でなかなか合格しないって言われてるらしいんですよ。それは危ないと感じたところで勝手に体が反応しちゃって、こうやって避けちゃうんです。避ける、避ける、防御しちゃう。試合だと確かにこれ1本取られてないんで OK かもしれないんだけど、商談審査になると相手の攻めに対していちいちこの防御してるっていうのが、審査員の先生から見ると
相手に動かされたっていうことになるんです。これってちょっと悲しいことだよね。一本打たれないためにこうやって避けて防御していることが審査員の先生方から見たら悪い評価になってるんだよね。本当にあった話で言うと、まあ、ちょっと前のね昇級審査で中学生の昇級審査だったんだけど、相手の子はまっすぐ打ってくるのにこっちの子は全部避けるんです。全部避けるだけ、避けるだけ。これで1分終わっちゃいました。声もない。受かるかな。受かんないよね。そうなんです。剣道に避けるだけっていうのはないんです。でも打たれんの嫌じゃんって思っちゃうでしょ。そうなんです。みんな打たれるの嫌なの。だから普段の稽古で練習するんです。打たれる練習をするんです。もちろん試合だと打たれないようにしないといけないんだけど、それでも受けて終わる、避けて終わる、試合の流れが止まっちゃうっていうのはねないと思うんですよ。その例としてこの間の剣道日本の試合を鍋山先生が解説してくれたビデオあったじゃない。その中で何があったかっていうと、相手が小手を来た、それを受けてすぐさま面に返して、その面も返すみたいな、そういうバンバンバンっていう流れがあったんですけど、一流選手のレベルだとそういう3歩先ぐらいまで行ってます。普通の人だったら最初の小手を受けて終わってますからね。そして3つ目の方法は、これはもう明日からでもできるテクニックになりますけども、ほとんどの人が攻めろ攻めろって先生に言われると、こうやってね手だけで攻めてるんです。手だけで攻めるじゃなくて、一歩足をつけながら攻める、一歩足をつけながら攻める、これだけなんです。理由は手だけで攻めても効かないからなんです。具体的に言うと、一歩入りながら剣先を押さえてみて、一歩入りながら、手だけじゃないよ、一歩入りながら剣先を押さえてみるとか、一歩入りながら剣先を払ってみる、一歩入りながら払ってみる、一歩入りながら巻いてみるとか、こんな感じで一歩入りながら何かをやってみて、そしたら相手は間違いなくうおーってなるから。相手がうおーってなるってことは、相手のバランスが崩れてるってこと、すなわち攻撃が効いてるってことなんだよね。それでもあんまり一歩入ってやってんだけど効かないなっていう人は、それは単純に一歩入ってるからね。本気で打つぞと思って一歩入ってみて、それだけでプレッシャーが全然変わってくるから。以上が攻撃力を強化する3つの方法になります。僕のチャンネルではこのように小さな階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。